え皆さんこんにちは、えー、お忙しいのが本日はですね当社の決算発表、えー、説明会にお集まりいただきまして誠にありがとうございますそれでは、えー、早速ですが時間も押しておりますので、えー、決算資料のこちらのページかお手元の資料をご覧になりながらですね説明をさせていただきたいと思いますそれでは、えー、鏡開いていただきまして2ページ目をご覧いただければと思います こちら、真ん中がです、ね、2012年度の実績になります、簡単に数字、両括弧のところを読み上げさせていただきます、売上高209億2200万円、売上総利益130億8500万円、営業利益22億7500万円、経常利益22億8500万円、登記利益が億11億8700万円と。 いう数字で終わっております。まあ,あの会計事務所向けのですねソフトウェアの製品が非常に好調であの推移しております、えー。買い替え需要とですね後ほどお,お,お伝えしますけれどもあの新規獲得がかなり、えー、進んでおりましてですね、えー、とても好調でありました。 まあ当然のことならそれ,をそれをがにけん引されてサーバークライアントこういったハードショーハードの製品およびセキュリティの製品こういったものの伸び率また新規が伸びるということはあの 安定収入の方ですね、いわゆる保守量に匹敵する部分の、このストック型の方の収益、こちらも収入増によりまして、増収増益という形になっております、2011年度もです、ね、過去最高益を出しましたが、この2012年度においても過去最高益ということで、2期連続、過去最高益を出しているという形で終わっております。 え続きまして、一応ここで、ごめんなさい、2ページ目で,ですね特損が5億3200万円ほど出ておりますが、これ、アスタリスク下段のところにございます、和解金を計上しました、こ,この和解金なんですけれども、実質的にですね、MST の, M の生,産にまあ生産上によるまあ繰り越し欠損金のですね課税所得がげげまあ減免されたという、こういった形で、ちょうど4億。 1500万円ほど税効果があったということでマイナスインパクトが非常に最小限になっているということだけちょっと補足でお伝えしておきます続きまして三ページ目でございます営業利益の増加要因ということでございます左側これが2011年度の営業利益右側が2012年度の営業利益とその比較増減の要因を 棒グラフによってて表しております。まず1点目がやはり売上の増加、こちらですで、売上の増加要因といたしまして、ハードウェアの売上増加、ソフトウェアの売上増加、それからユースウェア、イケメン提供の売上の増加、まあ、先ほど申し上げましたけれども、新規等獲得によるサービス収入の増加、こういったものが増えていると、また売上増加に伴う原価増加の減少で、これはマイナス要因。